アスカの自己紹介を考えてもらいましたけど、はい、グリーン担当アスカだよ。押してくれなきゃバンカー沈めっとゴルフやないかーわーどうですか、キータンは。私も欲しいかそうっていう台本だったんですけど、キータンは全然言ってくれない、はい、どういう人宣伝さん、はい、欲しいんですか今ちなみにどんなギャグ、ギャグいや、ギャグやってないのギャグやってないちゃんとした自己紹介してちゃんとあ、そうなんだ、ちょっとダメだ、ギャグの方が絶対いいじゃん、じゃあギャグやったやりますか。キータンのは言ってた、キータンのはちょっと少ないんですけど5個、5個もあるね。まあ時間的に2つに絞ってもらっていいですか。はい、じゃあ1個目、はい、ななせせせのよよよい、おちゃらけおちゃらけおちゃらけてるけど前髪全然動きません。だからちゃんとピーターの前髪動かないっていう特徴を入れてくれてるんだよね、はい、やっぱ自己紹介で自分のチャームポイントとかはやっぱ言った方がいいかなと思う。これ別にあの事前打ち合わせで前情報入れてなく作ってくれてますか。そうですね、はい、ちゃんと知らんですね。そう、もうただのスポーカーですよ。勉強熱心って言ってくれ。バタイ TV 覚えました今の。なんだ、せーせーのよいよいよい、だからめっちゃ動かなきゃいけないってことよ。でも今日寝坊して動く、こら一番大事な時今日だけはちゃんと固めとかんと。大丈夫かな。あ、めっちゃ動くね。なのせせせのよよよい、おちゃらけおちゃらけおちゃらけてるけど前髪全然動きません。あー、めっちゃ動いてるね今日。普段は動かないもんね。だからもうこのギャグ自己紹介を使うってなったらもう今後意識も変わってくる。そうですね、前髪は絶対固めるって。そうそう、じゃあ2つ目は、ね、もう1個ですね。はい、もちろんペンラを振るときはオレンジ色の七瀬キータン。おお、はい、お願いします。もちろん、え、リズムがない。もらえるの大丈夫、リズムがない。大きな音が振るときのリズムですね。もちろんペンラを振るときはオレンジ色の七瀬キータン。はい、はい、いきます。もちろんペンラを振るときはオレンジ色の七瀬キータン。いいじゃないですか。じゃあこの2つもし使いたいのがあれば。え、めちゃめちゃ可愛くない？どっちも可愛い、ね、どっちも可愛いね。私はどっちがいいと思う？最後の方が好き。あ、最後の方が好き、うん、自分で決めたらいいね。なんだその監督の話。どっちをあの聞いたの言おうって感じ、ね、聞いたの。じゃ迷うんだったらもう一個やろうか、はい、じゃあもう一個やりますわ。はい、奈良瀬金、あ、すいません奈良瀬金、あ、すいません奈良瀬金、金モスキートン。顔つぶす仕事、これがいいんじゃないかな。俺もこれがいいと思って。これがいいんじゃないかな。これがいいんじゃない。これがいいんじゃないかな。キータンはあの自己紹介トップバッターなんですよ。はい。トップバッターこれやったらもうやべえアイドルになる。どんなグループなんだってなりますからね。こっちから小声でキッズ。おい、大きい声で言いなさい、大きい声で。キータン的にはどうですか。じゃあ2番にしようかな。今、おお、あ、じゃあ2番じゃん。もう今のやつはもうやってもくれないって。大きなのこのやつ。はい。食べちゃう。大丈夫かな。リズム感。真ん中で。はい。いきまーす。もちろんペンラを振るときはオレンジ色の七瀬キータン。あ、いいじゃん。いいじゃん。次、あのリノチーの、あ、リノチー超いいやつ、わかりました。リノチーのもあります。リノチーのもあります。すごい、リノチーの3つあります。あ、3つある、はい、2つ選んでいただいて。はい、わかりました。めっちゃやりたそうな顔して、ほらめっちゃやりたそうだ。めっちゃやりたそう。うわめちゃくちゃやりたそうだな。そう、じゃあお願いしていいですか、はい、じゃあまず1つ目お願いします。はい、普通のリノノーリノーリノーリノー、怒ったリノノーリノーリノーリノー、
ノリノリノリノー、ハイピンクのノリノリノリノです。こちらですね。名前変わった、はい、こちらですね。ノリノリノリノー、とりあえずノリノリノリノーを言っとけばいいから、はい、まあ、いいですか。はい、普通のリノです。ノリノリノリノー、怒ったリノ、ノリノリノリノー、ノリノリノリノー。ピンクの担当、ピンクの担当。オーマイガー。オーマイガー。あ、なんだっけ。あ、はい。普通のリノ、ノリノリノリノ。怒ったリノ、ノリノリノリノ。あ、ノリノリノリノ。全然ノリノリだったよ。いやいやノリノや。いやいやノリノや。今のちょっとあんまハマんなかったから、もう一個お願いします。あ、じゃあもう一個。どうしたどうした。いや、小学校の時ものりこ先生がやってました。のりこ先生思い出しちゃった。お前、小学校ののりこ先生からパクったの。パクってねえよ。じゃあもう一個の方お願いしていいですか。はい、わかりました。はい。また愛最年少、背中に天使の羽、あなたにぴったりラララン、ピッピーピーピンクのディーノ。おー、いいじゃん。これかわいい、かわいい。もう全部特徴入ってるし、ね、はい、多分さ、替え歌すごく上手ですよね。ギャグって言ってください。また ITV 振り付けあります。あ、振り付けはもう思うようにやってくれれば大丈夫です。私も覚えてない、はい。俺に興味ない、もしかして。お願いします。ため息ついてない。大丈夫。また愛最年少、背中に天使の羽、え、じゃあみ、あ、あなたにぴったりならな、ピピピピンクのリノ。おー、ありがとう。かわいい、かわいい。覚えたよね。いいですね。どうですか、リノちゃん。まあ、頑張って、ピン、天使なのね。うん。お、リノちゃんも明日披露してくれる。うん、覚えてほしいですね。ということで、シーノで。はい。じゃあ最後、はい、ウイちゃん。ウイちゃん、いけますか。はい。じゃあウイちゃんもお願いしていいでしょうか。はい。ウーちゃんでもね、こう緑茶じゃないウーちゃんだよっていうのもあるんで、あ、あるんですね。そう、だからそれを多分超えてこないと、もしかしたらウーちゃん選んでくれないと。あ、なるほどなるほど。そうそう、わかりました。じゃあ2つほどまたやるんですかね。はい。緑茶、麦茶、十六茶、もう全部私の茶、オールマイティー。めっちゃいいじゃん。はい、全部私のお茶だから、オールマイティーでね。結構ハンドメイドとかもやったりするんで、オールマイティーな部分を自己紹介に入れたいかな。じゃあ、ウイちゃんちょっと。オールマイティーな部分を。なんかごめんね、なんかごめんね。じゃあ、シンプルなやつ。シンプルなやつ、シンプルなやつ。はい。ウイちゃ、白いな、かわいいな。はい、白担当、ウイちゃでーす。シンプルなやつ。これいいじゃん。はい、これいいんじゃない。これもやだ、これもやだ。はい、ウイちゃん、白いな、かわいいな、緑茶じゃない、ウイちゃだよ。いいじゃない。でやっぱ最後の緑茶じゃないよウイちゃだよってがしっくりしすぎて、僕ギャグ考えていてごめんなさいっていう気持ちになってるわ。バタイ TV。 ウイちゃんどうですか、今のやります、今まで通りにします。今まで即答だったわ。即答だった。早かったですね、はい、今日覚えたやつを、はい、明日まで練習して明日の定期ライブで披露してくれるということ、はい、アスカもマストレも絶対披露しますから、他の3人は分かりません。はい、はい、はい、ここから自己紹介させていただきます。もちろんテラを振るときはオレンジ色の七色キーター、オレンジ担当の七色です、よろしくお願いします。イエーイ。はい、緑茶、麦茶、十六茶、もう全部私のお茶、オールマイティー。緑でも緑茶じゃないよ、ウイちゃだよ。桜木です。はい、手拍子お願いします。
テンポ忘れちゃったな。ああ、よかったです。楽しかったね。キイタンどうでしたか？めちゃめちゃ楽しかったです。ああ、よかったです。それ嬉しいわ。嬉しいさ、マグス、サーターアンダギーって感じです。もうさ、楽しんでたのに。え、リノちゃんどうでしたか？可愛かったから、うん、よかったと思います。1個目のはちょっとやばかったけど。1個目やばかったけど、そんなことないと思いますけどね。ノリノリなプライベートでやるよ。この感じ。今日はじゃあちょっとセブンさんに来ていただきましたけども、はい、セブンさんは普段はね、こう名古屋で、はい、ピン芸人として、はい、お笑い活動してます。ですよね。はい。いいですよ、何かもし告知があれば。ないかなと。ないんかい。TikTok は？あ、TikTok を毎日更新。そうでしょ。TikTok 毎日更新してますからね。はい、あと、はい、大体平均はどれぐらいいいねがつくんですか？3かな。3? うん、今んとこ、ほんとキータンとアスカと自分の3人もうほぼ和解のために逆取ってるお笑いよね、名古屋頑張ってますので、はい、自分の応援もよろしくお願いします。ツイッターとかフォローしてください。はい、はいはい、このチャンネルがいいなと思った方はチャンネル登録、そして高評価、もしよかったらコメントとシェアの方もお願いします。以上、私たちは、せーの、私たちはアイドルアイドルでした。と、あ、超イトセブンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。